なんと8月8日に私東野浩二は54歳になります東野浩二の本物ラジオこの番組はマイコンのコ原ナノゾーンコートサービス浜田酒造がお送りします どうもこんばんは。54歳、もうすぐ54歳の東野幸治でございます。えー、今回は大阪の ABC から喋っております。ありがとうございます。スタッフの皆さん、なんとですね、今日スタジオに入りますと、なんと私、54歳の東野幸治に誕生日プレゼントをスタッフがくれました。佐藤君、ありがとう。えー、ちょっと大きめの箱。 えー、ブルーのタータンチェックの包装紙になっております。大きさで言うと、えー、将棋盤の一回りでかいぐらい、あのー、な感じの、<laughs> えーね、箱でございます。まだ何が入ってるか分からないので、一応開けさせてもらいます。嬉しいもんですね。えー、ありがとうございます。ちなみに先ほど、ワイドラッシュオのスタッフから誕生日プレゼントもらいまして、あのー、なんか、 おしゃれな異性を意識した下着のパンツ6つぐらい <laughs> これが一番嬉しかったええー、まあまあこれねだから結局比較になるからほんま申し訳ないんですけどまあそれ頂い,いてうんマルコ・ポロリうん関西でねもう15年ぐらいやってるんですか誕生日プレゼントいただきまして関西ローカル日曜お昼1時間やってますあのー「<laughs> キンキンに冷えたビール入れる器」 あのコップコップです <laughs> あのー、だから一番フラットな気持ちになりました <laughs> やったーっていう気持ちも別にないし。 なやねんこれっていう気持ちもなくてほんまにフラッとな気持ちいいあれをゼロあれをゼロとするならば、まあ、<laughs> <laughs> いやいいんですよこれマルコ・ポロリのスタッフ聞いてたらほ申し訳ないですけど別に東京や大阪やって別にしてるわけじゃないしえー、だからただマイナスのプレゼントもありますから、えー、これ多分聞いてないから言えますけど主治医が見つかる診療所があったんですよで誕生日プレゼントくれたんですテレビ東京の番組でうん大体1週間に1回2時間スペシャル やるみたいな感じででなんかこう9月いっぱいでい,い,いったん終了して秋からまた、うん、たまに定期的に特番やっていきますよってな感じだったんですでそこのスタッフがやってきて「おめでとうございます」って「まさかくれると思わなかったからええってなって「な誕生日プレゼントです」って言って、えーまあ、小ぶりな紙袋 OL が昼間ランチ行く時になんか持ってそんな小ぶりな紙袋に入ってて中見ずに家帰ったんですよ。で開けたら、うん、ちょっと高級な酒のあてでした。 ええ豆とかええホタルイカの,あの干したやつとかあのあれがマイナス28あれマイナス28ですからマルコ・ポロリの「美味しいビール言普通はジョッキ」みたいなグラスうねシルバーのやつあれがゼロですえ明日だからチ「茶ャ入チれャマンデー」があるんですよ。 うーん、あれだから火曜の19時ゴールデンの番組ですえーマルコ・ポロリはもうゼロですからお <laughs> ねであ正義の味方がありますからまあでもさっきうちはチチャッとしましたけど10分ぐらい何にもくれてませんからっていう状況ですはいさあちょっとすいませんちょっと紙袋ねこれああちょっと待って何何これめちゃくちゃいいじゃないですかマジっすかうわめちゃくちゃ嬉しいええー。 ちょっっと待ってレレコードプレイヤーいやめちゃくちゃ嬉しい850です <laughs> 850あのマルコ・ポロリのビールのコップ850個分は <laughs> 嬉しいマックス LP つまりアルバムも聴けるってやつですね うわ、嬉しい。下がちょっと木目調になって、えー、透明のカバーがあって、えー、レコードを家で聴ける。ヨドバシカメラで買っていただきました。ありがとうございます。そして、えー、ヘッドホン、コンセントを入れたら耳で聴けるし、なるほど。デジタルに対応してる。めちゃくちゃ最高じゃないですか。 何なんですかこの一番貧素な番組が。<laughs> めちゃくちゃ嬉しい。これは嬉しい。ありがとうございます。いや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 、<う>嬉しい。えプレイヤーだけやと聞けないで。ちょっと待って。どうしたのえー、タワーレコードでレコードを買ってくれました。ありがとうございます。そのレコードは一体何なんですかめちゃくちゃ嬉しい。出た来た ボブ・マーレー、来たうわー、来た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 、うわこれ誰バック・ザ・ウェイ・ウィー・カム、誰やこれえーっと、ノエル・ギャ,ノエルギャランのバンドやハイフライング・バーズ、ありがとうございます。嬉しいんですよ。あの、いや、ちょっと待ってください。あのね、これね、いや、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。で、今日は、まあ、このあとね、今週の曲が、夏おすすめの曲で、あの、ボブ・マーリーザ・ウィーラーズで、 ノノウーマン・ノークライなんですよねでこれちょっと今日レコードでスタンバイしてくれてて「でレゲエ」っていうアル,あのアルバムのこの1曲目がうん「ノーウーマンノーくらい」ま「あ、女泣くなよ」って「泣くな女」っていうね名曲中の名曲なんですよ。ただこれねあんま言いづらいんですけど「ザ・ライブっていうアルバムのイギリスのライブバージョンの「ノーウーマンノーくらい」のつもりで俺リクエストしたんですよ。こ <laughs> これはこれはでもちろんあの 原曲として素晴らしいんですけど世の中が知ってるやつって言ったらだって今まではスタジオ録音した楽曲の方が世の中に行ってライブバージョンでなんかちょっとね聞くのちょっとなんかなんか好き嫌い分かれるじゃないですか、はい、でも不思議とこのノーウーマンのオークだけはライブバージョンの方がダントツにいいんですよでこ,このライブのアルバムいただいたんですけどこれ完全に ライブバージョンじゃないような気がするんですけどでもうんでもありがたいですありがとうございます聴かせていただきます嬉しいですとノエル・ギャラガーの1回も聴いたことないノエル・ギャラガーのバンド「<laughs> ザ・ベスト・オブ・ノエル・ギャラガーズ <laughs> ハ,イハイフライング・バーズ」っていうねえー、お兄ちゃんギャラガーのお兄ちゃんがサングラスかけて、えー、喜んでるのか怒ってるのかわからないこの顔写真ありがとうございますちょっと 聞かせていただきますんでめちゃくちゃゃく嬉しいですあの54歳になって、まあ、これも嬉しいしで自分自身は今東京オリンピックやってるじゃないですか。でこの間 BMX の,のフリースタイルっていう自転車でいろいろ演技するくるくる回ったりとかするやつをたまたま見ててでその日本のメダル候補で。 輪っか若に夢リム君っていう人が出ててこれだからラストから2番目に何かこうあの言うたら演技するパフォーマンスするですごい名前やなと思ってて多分お父さんがその BMX が好きで子供に夢託したわけじゃないですかでもなかなかまあ結果的にオリンピックで出たから良かったけどなかなかのギャンブルするお父さんやなと思っててそれを見てて生放送。 でやっぱり BMX の,のフリースタイルっていうのが注目されてるから競技場にはまあ各国の選手とコーチがいてるからでも日本の BMX のファンはその向こうの橋にめちゃくちゃ並んでたんですよ。めちゃくちゃめちゃくちゃ並んでる真ん中に日の丸をなんか胸にごどんってねえ両手広げたぐらいの日の丸に顔をブルーにペインティングしてて。 で、そのカメラマンがそいつから引くんですよ。引いたら箸いっぱいに人がおってで、こっちの言うたら、えー、会場は人が少ない感じで始まるんです。で、リム君もその感じから始まったんですよ。で、その子供に輪っかに夢っていう名前つけるのにちょっと、えー、冷静に見たら若干痛い。お父さんじゃないですか。はい、何にもアナウンサー。何も言えへんけど。 俺あの日の丸のコスチュームしてるやつが俺親父かな思って<ー> <laughs> だから十分考えられるでしょでもなんかでもそれは聞いたんですよそれはだからカメラクルーがどこのカメラクルーだ海外のカメラクルーがいろいろいてるみたいなんで、うん、お父さんか定かじゃないんですけどそういう風な演出で始まったりとかしたんですよほんでそこでなかなかいいパフォーマンスしたんですけど一番最後にオーストラリアのミスターパーフェクトっていう名前のあの 選手がやったんですあの登場してもうとにかくねレベルがもうう全然違うんですよで両腕オーストラリアで両腕タトゥーも,もう満金で入っててほんでやるんですけどあの見たことないと思うんですけど自転車でバーってくるくる回るんですけどあのハンドル持ってハンドルから下の2輪あるじゃないですか。 あれ、みんな普通2回ぐらい回すんですよジャンプしてる間に2回 2>,、うん、<laughs> 2回回すよ <laughs> でもミスターパイクと四4回回すんですよ、えー、4回ぐるるー回したりとかあと1回すごいのがさ最終的に飛んだ後、誰もしてへんけど一人だけハンドルって話して<え>空中に浮いてる自転車と空中に浮いてる両腕タトゥーのオーストラリア人みたいな一種あるんですよ <laughs> <laughs> ほんでもうど素人の俺を見ても断トツ1位なんですよ でそのミスターパーフェクトであ確かに BMX っておもろいなと思ってでそれでちょっとその前の,前の日ぐらいかな BMX のスピードって言って。 あの競走馬みたいな感じでなんかあの坂道みたいなの作ってそこでゲート開いたら全員で思いっきり走るっていうやってたじゃないですかでそれでこうクランクみたいな,そのなんか、えー、ボコボコのところをジャンプしながら行ってでその言うたら、えー、角度ある、えー、バンクみたいなところで走っていくで途中でみんな倒れたりとか骨折したりとかしてっていうのがあったじゃないですか。でそれ見てててどっっっちかもうやりたいなってちょっと思ってきて ほんで自分の誕生日プレゼントで先のねこれレコード版くれましたけど今度来週ぐらい火曜日かな BMX 買いに行くんですよ<ー> <laughs> だからあのハンドル持って自転車3周4周はジャンプしてできないそれは無理じゃないですかもうそれはもう諦めたんであのレース用の BMX をちょっと買って。 東京都内の移動はちょっと運動不足解消みたいなんでそれ乗ってうろうろしようかなコンビニ行ったりとかちょっと渋谷区に買い物行ったりとか新宿に映画行くとかいう時のぐらいのあとは何やろフジテレビ入る時はお台場からチャリンコ乗って入るか,なんかあのテレ朝は自転車の方が早いからとか行けるところはちょっと自転車で。 行こうかなと運動不足の解消でと思ってえ自転車屋さんに連絡してほんでやっぱ俺と同じような人が多分何人もいるんでしょうね今もね売り切れ<ー> BMX の自転車今もう本当にめちゃくちゃ売れてるみたいもちろんその スケボーも売れてますけど、うん、自転車っていうのもなんか今すごい大人気で、まあ、自分の中ではプレゼントはちょっと、うん、その BMX ちょっと買ってまたちょっとインスタとかに写真あげますし、うん、できる限り、えー、自転車でうろうろしたいなとは思うんですけどただその、まあうん、自転車屋さんに聞くとレース用のやつは極端にあの座高が低いんですよ。 立ち漕ぎするから普段ほんまにめちゃくちゃゃく低いんですよほんであのギアチェンジないからめちゃめちゃ走りづらいからから一応街仕様タウン仕様はギアチェンジできるやつでちょっとサドル上げて走るんですけどおそらくこの1か1ヶ月2ヶ月3ヶ月はオリンピック熱が冷めやらないから予約であのコース借りれないけど俺半年したら俺。 東京で俺しか借りてないいぐらいだと思うんですよだからそこへちょっとこうレースもどきじゃないけどアンナもちょっとやってみたいなとちょっとオリンピック見て今週はやうん気になった競技で言うとその BMX のフリースタイルそれと陸上の障害見ましたえぐいやつ来ましたねあの三浦君っていう順天堂大学の19歳の子でたまたま予選見てて。 ハードルのでっかい5倍ぐらいあるやつジャンプして足かけて飛んでそれがなんか一周のグラウンドで5つぐらいあって1個なんか水合って言って飛んでびちゃびちゃびちゃっていう何の嫌がらせか分からんけど多分ねアフリカの大自然をモチーフにしてる競技なんでしょでそれをたまたま見てたら予選で2位で入ってもう前後ろアフリカ勢であとモロッコおったりとかそんな中普通の日本人の19歳の。 でそれがなんかえっ何年ぶりすごいんですよねえー、49年ぶり決勝で調べたらその予選はもう日本新記録でネットで調べたら国内の、うん、代表選考会もレース中1回こけて<ー>こけて1位でゴールして日本新記録なんですよ。すご,いいやすごいでしょでなんかあの 高3の時とかインターハイとか高校とかとにかくいろんな記録どん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 塗り替えていって大迫さんんが、えー、ハーフマラソンでで作った記録も塗り替えてるんですよ<ー>だからほんまマラソンもできるけど 3,000m 障害っていううそういうちょっとこうエンターテイメント感もあるやつでこれからやっていきたいっていうので決勝見ましたけど途中普通に1位走ってたでしょトップ。なななかなかしええしてるなとも思ったし ちょっとだからその陸上トラック競技の面白さなんてそんな分かりやすい 100m 決勝とか200とかあと 110m ハードルぐらいしか分からへんけどそのえ障害そういう 3,000m 障害っていうのもちょっとあ面白いねなっていうのは今回東京オリンピック見ててちょっと思ったことですし。 ちょっとだからあの追っかけてみたいなっていう気持ちになりましたんで、えー、あともう1日2日で東京オリンピックは終わってでまた2週間ぐらいしたらまたパラリンピックもありますんでなんかそれはそれでなんか寂しいなと思って朝から夜までずっと家おったらなんか <laughs> えー、NHK か教育か BS かで民放チャラチャラ回しながらずっとオリンピックやってたからあっという間のなんかあっという間やったよね2週間。 早かったなぁ思ってどん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 なんか野球とかサッカーとか卓球の団体みたいなんよりは20秒ぐらいで終わる競技ばっかり見るようになってきました。<laughs> <laughs> まだやってるわ」とかね「野球4時間やってんの?」みたいな。<laughs> え、まだ <laughs> まだやんのみたいなよ,よりもやっぱり20秒とか30秒で終わる方がなんかやっぱこうちわき肉をどねたまたま偶然知らんと見たライブの競技の方がなんかちょっと面白いなってちょっと思うようになりました。さそして今週もう一個すごいいい出会いというか。 これれ書いいててくれてるありがとうございます8月18日水曜日 NHK の22時30分から「3分ドキュメンタリー」っていう番組僕ねなんか特番なんです30分特番なんですよ。これは何か言うと NHK にたくさんあるドキュメンタリーの中からちょっと作品何個か、えー、抜粋してで3分間にちょっと、えー、タイトにタイトにちょっと流してで本編はこんなありますよオンデマンドで見てください何とかで見てくださいみたいな要はドキュメンタリーの入門書みたいな番組に出たんですよ。 でその時にあのやっと会いたくて会えなかった国分ディレクターに会えたんですよあのイゾラドの。はい、で,でも僕もイゾラドを紹介させていただいたりとかしてほんでそのイゾラドの DVD もその国分ディレクターにお会いしていただいて。 まあ一応知らん人を言いますと、ペルー、南米ペルーのジャングルのアマゾンの奥の奥の奥に、イゾラドっていう現代の文明の現代人と、 未接触の部族がいててその部族が高速道路を作るとかん,なんか森林伐採とか現代人がどん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 ,そのん奥に奥にやってくることによって住処をどんどん追われてである日突然向こう岸の森から出てきたっていうそっから <laughs> そっから始まるんですよ。も当時だから今からら今年3年前みたいにも衝撃受けて 流行りましたよねみんなイゾラ見た「イゾラド見たイゾラド見た」って言ってでそのイゾラドで,でその DVD は何かって言ったらそのイゾラドの一番最終的に、うん、国分ディレクターとで、まあ、ちょっともう初老のおじいちゃんカメラマン日本人の人がいててで最終的にそのペルーの,そのイゾラドを監視しよう取り込もうっていう人のおっちゃんお腹出たね、えー、だから我々文明の持ってる現代人と交流のある部族で。 普通にデリムのショート履いて T シャツ着てお腹 すごい活腹がいいがもう完全に現代人に言うたらもうええもん食わされて酒飲んで現代人になったおっちゃんが8回9回とイゾラドだから文明の現代人と接触できないけどそのおっちゃんは多少の片言の言葉とか雰囲気で会話できるからボートに乗ってその人らと会いに行ってちょっとずつ懐柔していってペルー政府はその人たちを懐柔していこうという作戦の人が 今からバナナ私にそっち行くから1人だけやったら乗っていいよって言ってでその国分ディレクターと初老のカメラマンがいててその初老のカメラマンがカメラ持ってるから国分ディレクターはこっちで待ってるっていうことで行ってでそのドキュメンタリーの方いぞらのドキュメンタリーの方も。 だからとにかく飲もれ飲もれだけ覚えてたら大丈夫や」って言われてもうええー、かげんねんおっさんやからとにかく友達やから飲もれ飲もれって言うけど「お前誰やお前誰や」って <laughs> もうめちゃくちゃ言われてほんでー。 その言うたらお腹出たうん文明の現代人と接触してる部族のおっちゃんはパッて見たらそのイゾラドのうん好奇心旺盛の子供とと原を思いっきり走ってて全然カメラマンの方を助けてくれない中なずっと服引っ張られて「これくれ」とか「どうしようどうしようこれどうしよう」とか言うてるのがあったじゃないですか。あれのあそこの映像編集をほぼほぼノー編集で DVD は残ってるんですよ。 もうすごい緊張感のある中「お前俺の子供になんかしたらお前分かってるやろ」なんものすごいののしられてるみたいなところもある DVD をいただいたりとかしててでその国分ディレクターに「あん時どうやったんですかこん時どうやったんですか」話聞いたりとかしてあと「ガリン・ペイロ」っていうそのアマゾンのお口でその金を掘るっていうそれも見ましたあれもめちゃくちゃ面白いでしょあっちの方がやばかったって言ってました <laughs>。 へあっちの方がもう危ないだから要は、うん、都会で犯罪を犯したやつとかがやってきて一攫千金狙ってひ一日中毎日毎日その、うん、土掘ってその中から金出てきたら金の何割か自分のものになって大金持ちになれるルールは名前を名乗らんでいい、うん、でここにあったことはえ町に帰っても絶対言ってはいけない, <laughs> いや恐ろしいルールなんですよででそこで。 あの取材してるんですけれども一番最初にそこの底を仕切ってるボスみたいな人がやってきてテーブルだけ映してたらそこにいきなり、えー、拳銃がフレームインして <laughs> でそのボス,がもうボスが指につけてるそこの,あの金の掘ったところで取ったらもう明らかにベタ中のベタな金な指が6つぐらいこう <laughs> テーブルに置かれて「お前ら分かってんな」みたいな脅かされながら取材するっていうところで。 で週に1回その町からやってくる売春婦とその金掘ってる悪奴があの隙間だらけの小屋に入っていってその隙間を映す国分ディレクターみたいなあってそれも本もらったりとかして裏話聞いたりとかして。 あと矢野まみっていうその原点になる国分ディレクターが一番最初に言った矢野まみっていう独自のールールのもと生活している集団の部族で赤ちゃんが生まれたらその赤ちゃんを産んだお母さんがえ赤ちゃんとして育てるのかシロアリのすぬところに持って行って燃やしてえ天国にえとその言ったら旅立つっていうのを選択するルールのあるだから我々には分からないけど っていうルールのある部族を3ヶ月半年間カメラ持たずにポケッとしてで敵じゃないってポケッとするんですよずっと何するわけでもなくほんで初めてうんロケの許可が出て撮影するっていうののあの時どうでしたこうでしたみたいな話とかも聞かされてで次の作品は何ですかあと1個だけ撮りたいねってって言ってました本人は。今それ動いててるんですかって言っ言たら 今、札幌に飛ばされて札幌に、はい、<laughs> やることないから毎日酒飲んでます <laughs> <え> <laughs> だからどう考えても出世しない人でしょああいうの撮る人ってだからとにかく札幌にいてるってまた札幌に来てくださいよお酒飲みましょうよって言ってそうですね言って緊急事態宣言とかコロナが収まったら札幌遊びに行きますっていうふうにお会いしたんで 多分三十分番組やからほぼほぼ全部カットだと思いますけど、その三分ドキュメンタリーという番組で国分ディレクターに会ったっていうのはちょっと楽しかったなっていうことでございますから、いやな,なかなか会えないですからね。そう,ねそういう意味で言うとってやっぱ話題になりましたよね。はい、えぐいでしょうイゾラドって。すごいですよね考えたら我々に分からないけど。はい だって仲良くなってバナナくれって言ってバナナもらってで代わりにその自分たちの槍の先っぽをね置いてねブツブツ交換じゃないですかそれでもう友達じゃないですかなぜかその1週間後にその村を襲うんですよ家畜全部殺すんですよもうわからないです <laughs> はいはいでだから最後にね確かその国分ディレクターがね質問5つぐらい投げかけるんですよ。どううして人間を襲うんですかとかと たたちが先に襲ってきたからだみたいな返答があって「で幸せですか?」って言って「幸せって何ですか?」って言ってで曲が驚々しい曲が流れてくるんですよ。<laughs> <laughs> はい、ぜひよかったら皆さん「イゾラド」えー「ガリン・ペイロ」えー「ヤノマミありますんでぜひよかったら見てほしいと思います。さあそして、えー、夏の一曲でございますけどボブ・マリー・ザ・ウェイラーズで「ノー・ウーマン・ノー・クライ」ということでとにかく、まあ、いろんな方がカバーしてるし聴いたらもうああもうこの曲この曲んでい,いない,いなって「ジャマイカ」僕も行きました「旅猿で」で、えー、カリブ海。 ちょうどサッカーのワールドカップの前の前のワールドカップの時かな岡村の相方の矢部がそのテレ朝かなんかでその顔になるから1週間がなんか仕事ないからということで旅猿まとめてそこをあのカリブ海行きました。えー、っとねーメキシコのカンクーンに高級秘暑地ね <laughs> そこを行ってでその後とうんとねあキューバ行って。 でキューバのあとケイマン諸島何にもないケイマン諸島だけど海がめちゃめちゃ綺麗ででトム・クルーズやアメリカのハリウッドスターとかお金持ちが別荘あるいうほんで海底には沈没船があってスキューバーする人はその、えー、とガイドと共にその沈没船の中入っていってあの海の綺麗な海の中そこの沈没船の中を<ー>あの潜っていける。その頃俺 免許なかったから素潜りっていう惨めな扱いを受けたけどでなんでこんな,なんか何にもない島やけど豪華な芸能人とかスターとか金持ちが別荘あんのかなと思ったら後に正義の見方で分かるんですけどタックスヘイブンなんですよですあの租税回避地ですからイギリスの金融マンが。 1900年の初めの方に貧しい国にやってきてあのここでペーパーカンパニー作らせてくれたら、えー、法人税安くせえとその代わりお前らにくお金入るやろうっていうそ,そこなんですね「ケイマン諸島」って後で分かるんですけど。 でそ最後にジャマイカに行ってジャマイカはジャマイカでそのボブ・マーレーの生まれた家とかあとなんかこう治安が悪いって言われたけどなんとなく不穏な空気とかなんか分からんけどタバコ吸ってるなんか道で座ってタバコ吸う時とかこれほんまに。 タバコかかなとでも常にレゲエが流れててなんかドキドキする感じで鈴木さんいおるんちゃうかなとか思いながらもえそのボブ・マーリーっていう人がイギリスで大ヒットしたりとかしながらもお亡くなりになるんですけれどもえその人がえ歌った有名な歌ノーウーマン「ノウ w o m a n n o c r これはレコーディングバージョンでございます。それでは聴いてくださいボブ・マーリーウィーラーズでノーウーマン「ノウ w o m a n n o c です張り切ってどうぞ。 最高の1年さあ8月8日に54歳の誕生日を迎える私54歳はどんな1年になるのか本気の皆さんにはこの1年で私東野公次何が起こるのかを予想してもらっていますと最高の離婚ですよねはい、えー、じゃあいきましょうこの方ラジオネーム間の悪い前田さんでございますダディこんばんはお誕生日おめでとうございます54歳もご活躍期待しておりますいや この世界に入った時に、五十四歳で活躍してると、全く思ってなかったですよね。いやー、五十四歳だから。気持ち的にはまだ二十七、八歳ぐらいの気持ちですけど、だ俺が知ってる五十四歳の芸人さんって言ったら、桂金士さん、中田ボタンさん、うー池野メダカさんとかうー、なんか休みやったら、なんか。フィリピンとかタイに行くっていうイメージの人が五十四歳の芸だから。 楽しそうにケラケラ笑ってようここでいろいろ喋ってるなっていうのは羨ましいなってナイトインナイトやってる時に思ってましたよくあのゲストに来ていただいていろんな話した時に八方さんとかねなんか八方さんのイメージがあります54歳ぐらいって。 はいえー、私もそんな54歳になりましたけど、えー、いい予想はダディ出演の MVPV、えー、ね、えー、ルードが坂本優さんの目に留まり新作ドラマ「ファザー」の主演に大抜擢ですと奥さん演じる松たか子さんと別れた妻川原智美さんの間で苦しむ音という役を見事演じますということで、えー、絶対にそんなことないと思います <laughs> あ僕と川原智美さんは絶対ないと思います <laughs> 坂本優さんが使うはずがないと思います、えー、悪い予想 しかし撮影が進む中で主人公の悪友として出演していた「メッセンジャーの黒田」に不倫が発覚 <laughs> 黒田と仲の良かった東野さん含め世間から大バッシング <laughs> 最終回を迎えるドラマが終了することになりますということですごいですよね今もうほんまに不倫であのあのだから『鬼滅の主題歌』歌ってる人のなんかご主人の人もなんか不倫したみたいなんでなんか声優交番とかでしょいやもうそれ声優はええんちゃうのっていうか。 俺そんな声優やってることすら知らんしって思うんですけどなんか世の中ねでそのリささんもなんかライブ2つで,でっかいたくさんのお金儲かるでっかいやつ2つ中止ってすごいですね俺がマネージャーやったら「リサちゃん」って言って。<laughs> <laughs> やっっちゃおうよって「待ってるよファンが」とか「いやいやあのー、待ってるよ」って「それはそれ」とかだってすごいスタッフの方とかいろんな人が動いてるわけでしょいやだからえらい時代になってきたなと思ってなんか一般の人の方がめちゃくちゃ遊んでると思いますけども本当に。えー、この方ラジオネーム「東京来世は生ガキ」。 東野生生誕誕祭祭ダディこんばんばは生誕祭おめでとうございます去年ラダディが幻ラジオを始めていただいたおかげでそれからのご時世の中でもくすりと笑えたり爆笑したりたまに弾いたりと大変楽しい日々を過ごせましたありがとうダディあれ届きました僕の幻ラジオの T シャツああのマネージャーさんから、ね、送っていただきましたテレビ東京のド,ドラマにもう終わりました到着がねちょうど今日いただいたんでこのあと送のこいたます <laughs> じゃあもう絶対間に合わないですね。<laughs> <laughs> あのテレ東の深夜ドラマ解散した後にデスクにドンって <laughs> <laughs> ドンって届くんでしょうね <laughs>。はい、えー。楽しい日々を過ごせましたありがとうダディ。五十四歳ダディに起こることはやっと念願の東野北の姫に直接会えます。孫ですよね。えー、半笑いでデレデレしながらジージですよと話しかけたり、昔ダディのお嬢さんが言ってた低めの、えー、ダディと、えー、ニアなトーンでグランパーと言われます。なるほど。 グランパーと言われます、えー、それをまんざらでもない感じで言わないでおこうと思ったんですよでもネタがないからの手でラジオや旅猿やワイドナショーで話すと思いますまあ確かに喋、うん、ることないなと思ったらえどん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 ん身内のことも喋っていこうとはい思ってますからいやだから色々喋りたいけどだからどこでどうもあって子供に耳に届いて喋ったってバレたら怒られるでしょうほんまはもうだってもう次女が昔ロシア人と付き合ってたこととか喋りたいんですよ <laughs> <laughs> 俺が勝手に家の中ではそのロシア人の彼氏のことをニックネームでカラシニコフって呼んでて「<laughs> <laughs> カラシニコフ元気なんか?」みたいな <laughs> で。で1回一回だけそのカラシニコフが日本遊びに来て。 何か知らん,けどなんか,からんけど大みそか俺とカラシニコフが2人でダウンタウンさんの「笑っていけない」を見るっていう謎のシュールな時間 <laughs> 言葉が全く分からへんカラシニコフがたまにその笑ってはいけないみたいにニヤニヤするっていうそれをどっかに喋ってえらい怒られて喋るなって <laughs> えまたねネタがなくなったら喋りたいと思いますさあこの方でございます兵庫県の桃色アイシャドウですね女性の方かな 東のダディスタッフの皆さんこんばんはいつも楽しく拝聴しているマロ市民からの本家30代女です前倒しではありますがダディ天海祐希さん54歳誕生日おめでとうございますそうなんですよ僕と天海祐希さんは生年月日が全く一緒ですからあのー、俺星占いとか全く信用できないんですよね <laughs> 明らかに歩んできた道が違うんですよ向こうはほんまに宝塚のど真ん中で史上最年少で男役の主役で で言うたらなんか講演会みたいなそういう宝塚の伝統みたいな女性ファンの人がなんかご弁当を作ったりとか舞台の仕事以外はもういろいろやってくれるって聞くんですよ。でも天樹さんはそんなん違うっていうことでなんかそんなんは一切やらなかったっていう噂を聞いたことあってほんでもうまっすぐな主役でで対談されてほんで今でもテレビドラマとかの主役 ドーンって看板でやってて吉永さんとも共演してダブル主演やってるっていう人と本当に排水溝に流されないように必死でこう <laughs> 必死でへばりついてる芸能生活と全然違うんですよ。だから僕は「星占い」を一切信用しません。<laughs> 早速54歳を迎えたダディの起こる出来事の予想ですが今年はドキュメンタリー番組で監督デビューされると思いますダディの独断と偏見に満ちた唯一無二のドキュメンタリー番組を見たい本家の皆様は多いはずです、えー、まずは慢性化されている「イボの自撮り」え「ー、脇のねこれイボですね」「日々の観察イボに毎日恋人のように語りかけ愛情を注ぎ続けるとどうなるのか」「オクトパスの神秘海の賢者は語る」ならぬ「尋常声優勢の神秘東の人体は語る」でドキュメンタリー業界 に一席を投じていただきたいですということでございますけどでも僕これ思い出しました俺今度なんかね対談するんですよだからそのさっきの国分ディレクターじゃないけどドキュメンタリー付いてて森達也と、えー あのドキュメンタリーディレクターであのオウムの「A」とかなんかこうちょっと切り口いろいろねうーん変わったところでドキュメンタリー撮ってる元バラエティディレクターの森達也さんがなんか作品 DVD なんかするんですかねそれのなんかそのなんか企画でなんかインタビューっていうかうん喋ったりとかする。サムラゴーチさんのやつ見ましたフェイク サムラゴージさんのフェイクって言ってあの今小く君のバンドを組んでる人がいてるじゃないですかあの人がゴーストになってサムラ村ージさんはなんかこう耳が聞こえないでも頭の中でメロディーが浮かぶって言ってこうクラシックの曲を、ね、発表したけど実はゴーストだったっていうなんか結末なんですけれどもうんでそれで世の中にバッシング受けた。 あとその家で奥さんと2人でいてるところをその森達也さんがなぜかわからんけどずっと密着してるっていうフェイクがあるんですよ。それ面白いですよでその中でその中で俺の知り合いのディレクターが出てくるんですよ。何かな <laughs> と思ったら大みそかのなんかある民放のある局のバラエティ番組に出演しませんかみたいな。 オファーなんですよオファーなんですよねだからそのディレクターがパッてドア開けた瞬間ね「ういたつや」とカメラがあるから「えっ?」って一瞬顔が曇る顔が分かるわかるんですよほんで,で「仕事やから」って言って3人ぐらいで打ち合わせで「これこれこうでこうしたいでさ」で「ムラゴイさんのこういう目線が必要し」っってまあ嘘800言うてるんですよ。八 <laughs> 百 800, 800言うてでも結局それトンはあるんですよ。 でそれでその森達哉の編集によるとその後何日かしてその大晦日の日に沢村ー市さんがまずサングラスかけてるんですけどサングラス越しにその言うてたるのバラエティ番組見てるんでですよでそれがグラスサングラス越しにちょっと映ってるんですけどゴーストライターの人が出ててえ芸人さんに突っ込まれてえ女性タレントが笑ってるっていう構図でした。<laughs> <laughs> <laughs> いやこれなんか <laughs> いやでなんからそういう作品撮ってる人ですから今度ちょっと対談するんですけどもちょっとねまあ僕もい一回ぐらいどんなんかなそのドキュメンタリーディレクターって一回やってみたいなって思ってたんですよ俺だから昔アラビキ団のスタッフの人に編集をちょっと勉強したいと。 ファイナルカットのあれよ、ね、パソコンの使い手になりたがいからそれ落とし込んで編集の練習したいって言ってほんでちょっと悪いけどって言ってまだ今ほど世の中に出てないハリウッドザコシショウ荒引き団しか出てなくて荒引き団もちょっとなかったりとかしてたんかなでも地下のライブで出てるっていうハリウッドザコシショウをただそのんカメラで楽屋と舞台と。 でご飯終わりってご飯でちょっといろいろ質問してる画像だけちょうだいって言って編集の練習したことあるんですよ。<ー>あ途中でやめたんですよあれやってたらなってめっちゃ後悔してあの松本さんのドキュメンタリーで跳ねてなんか今ちょっとごいけばみたいな感じになってるじゃないですか <laughs> わあってずっとやってたらよかったなーって思ったんですよ。1回ぐらいいいいちちょょっっっっとととねそののディレクターててうはやみたいと思いますさあそしてもう一ついきましょうか最後こちらね。うーん表現の本 池海の親宮さんですか東野ダディ様五十四年目の生誕祭おめでとうございます五十四歳東野小路の起こであろういいこと悪いこと私も考えましたいいこと今年オリックス優勝してオリックスファンというのを聞きつけたテレビ局にオリックス優勝特番 MC として呼ばれるゲスト増田岡田岡田さんハイヒル桃子さんシャンプーアットの哲事さんなどのガチのオリックスファン うん、いいじゃないですか悪いことその番組のゲストのかなりマニュアックなエピソードについていけずそこまでオリックスファンでないというのがバレて炎上してしまう <laughs> こんなところでしょうか <laughs> 十分考えられますね、はい、うん元々ン,ワンなんですすの1点倍じゃ俺多分逃げ切れないと思うんででよね <laughs> <laughs> でも今だからオリンピックで野球頑張ってますからうん山本投手とうーんちょっとね口頭を続けてますけど。 ペナントレース戻ったら多分ね燃え尽きたでで危険な感じすするんですよ。で吉田選手も打ってタイムリー打ったりとか活躍してますけどこれもね燃え尽きるような気がしてねとにかく僕ね1位とは言わないですけど2位で終わってくれたら大阪ドームで。 クライマックス、えー、シリーズーできるのでホームでできるんでちょっと頑張ってほしいなとはちょっと思いますけれども、えー、最高の1年になるように頑張りたいと思います皆さんメールありがとうございました日常日常の出来事やお悩みを ただただ文字に起こして送ってもらうコーナーでございますさあそれでは紹介します日常メール届きましたラジオネーム玄米三号東京都の方ですダディこんばんは一回目から楽しく拝聴しております今回相談です小学校六年生の娘がいるんですが強めの天然パーマなんです最近はそれを男子からからかわれたり 唐揚げみたいといじられたそうですそこでダディのお顔が思い浮かびましたかつて番組などでいじられていらっしゃったことを思い出しましたダディの切り返しやいじられた時の言い返し方がありましたら教えていただきたいですえ娘は少し器用なところがあるのでぜひ参考にしたいですということですかこれは難しいですね女の子ですか、えーまあ、空手ですね <laughs> 空手習わす <laughs> 結局だからもう力こそ正義になってくるんですよね <laughs> めちゃめちゃ空手やってるとかめちゃめちゃスケボーやってるとかうーだからそのコンプレックスを凌駕するうーだから特技とかみんながすごいなとかうそういうのがあるとだからいいと思いますしなんか。 なんとか娘から聞き出してオリンピック一番真剣に見ている感じのやつのところの教室探すとか、えー、していただいてですね親子で、えー、頑張っていただくもしくは登下校の帰り道クラスメートの男の子に何か言われてるな っていうのを、うん、遠くの方で思いっきり睨みつけたら男の子も気づくと思います。<laughs> 思いっきりあの心から睨みつけたらやっぱ気配とかキで気づくと思うんで、うん、ちょっとそれやってみてください。 それでもちょっとどうにもならなかったらまたあの相談に乗りますのでよろしくお願いします。<laughs> さあそしてもう一ついきましょうか最後こちらね「マイコンのコハラで働く匿名希望さんから日常が送られてきました」えー「味覚の魔術師と言われた社長」 あの社長ですうまみの探求を求めすぎてある事件が起きました昔コロナになる前です従業員が本社に集まっての食事会が年末にありお鍋やカレーを作ってみんなでワイワイと食べていましたするとキッチンでなんかゴソゴソしていた社長ができたでの一言従業員が駆け寄ると先ほどまで食べていたお鍋とカレーそしておせちの時期だったのでエビのしぐれに。 イワシの甘露煮などその全てが一緒になった鍋を持った社長がニコニコしていました社長いわくうまみのあるものを全部合わせたら最強の美味しいもんできるんちゃうかなとのこと従業員全員その闇鍋のような料理に困惑しながらなんとか食べました。 社長あの時はおいしいですと言いましたがあれはちょっとおいしくなかったです,すみませんということで <laughs>、えー、この本物ラジオに送るのやめてくださいマイコンさん社長にちゃんと言う勇気持ってくださいまあでも結果なんかお鍋にしたら何でもおいしいし最終的にカレー鍋っていう。 とにかくカレーのルーさえ入れとけばなんとかなるっていうのもありますからえちょっとですねえこれからは社長の闇鍋1年に1回やって頂い,いてえ最終的にはカレーのルー入れてえそれが恒例行事になってマイコンのカレーを発売するっていうのもちょっと一つかも分かりません実は僕の日常にもマイコンさんが入って頂い,いてましてレモーデルという商品で今絶賛腸内の悪玉菌をやっつけて ダイエットをしております。ああ、なるほど、なるほど。皆さん、一ヶ月後、お楽しみいただけたらと思います。さあ、そんなマイコンの小原さんから、本件の皆さんにプレゼントでございます。暑い夏にぴったりのうなぎマイコン一袋、明太風ホタテマイコン一袋のセットをプレゼントさせていただきます。うなぎマイコン。希望と書いて、郵便番号、住所、氏名、電話番号を書いてお送りください。 今日は以上でございます引き続き日常メールをお待ちしております宛先に日常と書いて送ってくださいそれでも生きていくいやぁ、しみますね、えー、私、東野康二の過去に発した悪口、暴言、行動を教えてもらい時に反省しながらも明日への希望を見出し懸命に生きるコーナーでございます 皆さんも私と同じように懸命に来てくださいお願いしますこの方大阪府マルーンオリーブさん東野さん五十四歳の誕生日おめでとうございますさて暴言について七月三十一日に放送のパンサー向井さんのラジオ番組向井と裏方にて放送作家寺坂直樹さんがゲスト出演されていました知ってますよ寺坂くんあのー、昔今井さんとやったラジオのヘビーリスナーで うんデパートが大好きでうんまだ女性とそういう経験もなくてデパートの、うん、エレベーターに興奮して誰も乗ってないエレベーターの時に床におちんちんをつけるっていう男ですから<ー> <laughs> あそうなんですよデパートデパートが好きでデパートのエレベーターが一番好きなんですよ<ー>はいあと「紅白歌合戦」が好きで。<laughs> だからやっぱその特殊で特殊やからこそやっぱりだからその放送作家としてやっぱ優れた企画とかアイディアとかっていうことですからもうでその方が今そう星野源さんのラジオの構成やってるんですよ、えー、すごいでしょで星野源君なんか違う番組でゲスト来てで、ね 寺坂さんっっっっっっってて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 知知知ますか言言われてあ知ってる知ってるって言ってで今あの作家やってもらってるんですあああいつのあいつ変わってるやろとか言って話と意気投合したんですけど、うんえー、その中で昨年放送東野浩二の「オールナイトニッポン」をやられた際その時にね作家がやってくれたんです寺坂君が番組冒頭にスタジオ内の寺坂さんに向かって「俺か星野源かどっちか選べ」と吐き捨てられたという話をされていました。吐き捨ててないや いや一応それで星野源さん選びますって言うんかなと思ったらドギマギしたんですよ <laughs> <laughs> だからなんか俺とひまわさんのラジオがすごい好きでラジオが大好きでラジオ世界入ってきたから,から失礼はあってはならんみたいな感じですごい緊張してたから。<laughs> <laughs> ほぐす意味で言ったらなんか余計なんか変な感じになったんですよ、はい、あの時僕本当星野源さんを選びますって言ってほしかったんです、えー、寺坂さんは東野さんがされていた文化放送の番組の常連リスナーとして知られていますがこれは長年の付き合いがあるのもあっての愛情表現なのでしょうかということですけどもちろん愛情表現でございますし、えー、これからも頑張ってほしいと思います寺坂くんねさあそして 東京都アイドルと結婚したいさんね、えー、まだこんなこと言うてる人いてるんですねはい、はい、えー、っと、えー、住所見る限りね、えー、っとマンションかアパートに住んでる感じがしてるから、はいえー、40代ですよこの人 <laughs>、えー、アイドルと結婚したいってはい。 ラディお誕生日おめでとうございます毎週ラジコのプレミアムで聞かせてもらってますありがとうございますゲストの希望ですがうーん極楽トンボの加藤浩二さんお願いしますあいいじゃないですか MBS の極楽トンボのラジオを聞いてたら加藤さんが吉本興業さんと契約解除になってから誰もそのことに触れてこない、えー、晴れ物に触るように唯一触れて電話してきたのは東野さんぐらいと言ってました <laughs> <laughs> いやだから俺もびっくりしてえって思ってなんかええ感じでやってんちゃうの思ったらなんかえ やめみたいな感じで電話というかあの日本テレビの番組対抗で僕とフットの後藤と極楽加藤でなんかその1時間仕切るっていう番組やってでその前々日ぐらいに吉本辞め俺んですよ <laughs> 俺よりこれできんのいや全然できますよって言ってなんか変な感じで番組1時間やったけどあの加藤がしびれきかして「俺出ていいんですかこれ」って言ってましたけど。 いや喋りたい喋りたい今どんな感じなのかとでもなんか仕事上手にやってそうな感じですしうーんなんかね契約事情も聞きたいしであとだから、えー、山口さん、えー、と北海道のあのアーティストあそうですサカナクションですササカカナナククシショョンンが同じ北海道で出身一緒やかって言って俺雑誌で見たら。 その山口君が加藤さんとラジオしたいって言って面白そうじゃないですかねどんなラジオかって言ったらあの加藤が山口さんの家東京の家訪ねてそこで山口さんが考えたこととかをリビングで喋ったりとか時に二人でで表出たりとかすするんですよそれを北海道のラジオ局に音源渡して4本ぐらいに分けて流すんですって。面<ー>面白いんちゃ面白いじゃないいちゃゃじなですか そんな話もちょっと聞きたいなと思うんでまた機会があったら東京出しの時とかねうんちょっと呼びたいと思いますありがとうございます、えー、今日は以上でございます引き続き皆さんが衝撃を受けた私の私が言った悪口私の行動を教えてください、えー、それでも生きていくそれでも生きていくと書いて送ってください、えー、このコーナーがネット記事になっても絶対に 騒がないでください、えー、嫌な書き込みやめてください <laughs> 以上それでも生きていくでしたあっという間のエンディングです過去の放送は YouTube で公開中番組ではミュージックライフっぽい皆さんの好きな洋楽とかね、バンドとかアーティスト曲などの洋楽の話をお待ちしておりますコーに教えて アニメとか映画とかこれ見ましたよ漫画おもろいですよ教えてください日常それでも生きていくへのメールも受け付けておりますはがき郵便番号 5308004ABC ラジオ東野工事の本物ラジオメールは hhatmarkabc1008.com まで送ってくださいメッセージ紹介した方にお札 ナノゾーンコートサービスの携帯用光触媒コーティングスプレーナノソルそして時々本物バッジを差し上げますさあ皆さんびっくりすると思いますけども来週のゲストとんでもないビッグネームですなんと来週のゲストドラマ「それでも生きていく」から深見家のお兄ちゃん俳優長山瑛太さんが遊びに来ますやっててよかったです 皆さん質問お待ちしておりますがプライベートのしょうもない質問は一切 NG! <laughs> 俳優永山瑛太としてのアプローチこれでお願いします嫁さんの歌はどうですかとかそんなしょうもないやつ <laughs> 子どもの運動会どうでしたどうでもいいです俳優永山瑛太の作品アプローチあの時の演じたあのモチベーションは何だったんですかそういう深い質問 で、でお願いしします。<laughs> 楽しみです。楽みだからその僕も雑誌読んだりとかして振り返ったりとかしてそれでも生きていくとうーんそして「最高の離婚」などうーん作品ありますしあとだから、うん、最近のその映画とかドラマの出てるなんかね、えー、イメージとか何でも結構でございます俳優永山瑛太で思うところ皆さん書いて送ってほしいと思います。それでは来週来週ることを。 本当に首を長くして待ちたいと思います。今夜は以上でございます。それではまた聞いたってや。バイバイ。この番組はマイコンのコウハラナノゾーンコートサービス浜田酒造がお送りしました。